よう、お前ら。それにしても大きくなったな。シガンシナ区を出てもう5年だからね。まあ変わらんところもあるが、エレンは未だにミカサにおんぶに抱っこか。はあ、なわけねえだろ。そもそも昔からこいつが勝手に。それはあなたがすぐ衝動的に行動するから。ったく、いい加減にしろって。アンネスさんこそ今は飲んだくれてねえのかよ。当たり前だ。しかしあの頃は良かったぜ。タダ飯ぐらいの兵士ってバカにされてたのに。あれで良かったんだよ。エレンに言わせりゃまやかしの平和だったのかもしれんがな。壁の外に出られず、家畜みたいにずっと壁内で生きていくなんて俺は嫌だ。僕も。人類はいつか外の世界に出ていくべきだと思うよ。若いお前らには退屈だったか。けど俺はあの頃を取り戻してよ。お前ら三人が騒いでる横でのんびり酒を飲んでいられるような日々をな。ハンネスさん。だってよ、今の立場じゃ昼間っから飲んだくれてるわけにはいかねえだろ。結局飲みたいだけかよ。